ポーツは言語や国境を越えて世界中の誰とでも心と心をつなぐことができます。皆さん、海外市民との交流を持ったことはありますか？環境や言語で壁にぶつかってないですか？本フォーラムでは世界中を旅したスペシャルゲストのトークショー、元 J リーガーの那須大輔氏がアジア競技大会に出場した経験をトークとクイズ形式で発信することで、さまざまな障壁を越え心と心でつながることをお伝えします。スポーツを通して国際交流のきっかけをつかもう。例会の詳細は野森副院長。スポーツです。スピード感、テクニカル性に加え、エンターテインメント要素が強い内容となっておりますので、ぜひご期待ください。第2部の詳細は、太田副院長。第2部のトークショーでは、南米のインカ語で太陽の祭りを意味するスペシャルゲストが大学卒業後に、世界一周の旅と称し、歌とサッカーボールで世界28カ国を一人で旅した後、経験を話していただき、スポーツは、言語や宗教、文化を超え心と心でつながる国際交流ができることを話していただき、国際交流に一歩を踏み出すきっかけとなるトークショーをしていただきます。また本フォーラム特別のスペシャルライブも要チェックです。ライブ&チアリーディングは詳細は鵜飼副院長。ライブ&チアリーディングではタイへ進出した経験のあるいろは桜の楽曲をバックに、名古屋外国語大学チアリーディング部ウィッチーズのチアリーディングを披露していただきます。歌とチアリーディングではスポーツを通した国際交流の障壁が低いことを知り、国際交流に一歩踏み出すきっかけを後押しします。魅惑の時間をお楽しみください。次に第3部トークショーアジア競技大会クイズを中沼副委員長よろしくお願いします。那須大輔氏に2002年キャプテンとして参加されたアジア競技大会の経験をお話しいただき、2026年に開催される愛知・名古屋第20回アジア競技大会がいかに国際交流の機会として重要かをお話しいただきます。そしてアジア競技大会組織委員会とともにアジア競技大会にまつわるクイズ大会クイズをすることで本大会を認知し、4年後に対する期待感を高めます。国際的なスポーツ大会は国際交流が大きく進展する機会です。一緒に盛り上げていきましょう。それでは本年開催する思いを西村委員長お願いします。7月フォーラムを通して国際交流のきっかけをつかんでいただけると幸いです。スポーツを通せば誰でも簡単に交流を持つことができます。そして誰とでも仲間になれます。当フォーラムは小さな子供から大人まで楽しく心躍る内容となっております。昨年行われた東京オリンピックの感動をこの7月フォーラムで、清志副委員長よろしくお願いします。本フォーラムは4月24日日曜日13時から15時名古屋市体育館にて開催いたします。めったに見ることのできないスペシャルゲストのライブはもちろん、スポーツを通した国際交流のきっかけをつかむことができるフォーラム内容となっております。ご家族ご友人をお誘いの上ご参加ください。